いただきました。さあ、青木さん、この試合の見どころ、第一第一戦ということになるんですが、はい、入っていただきましょう。お願いします。絶対という二文字書いていただきましたが、あのジャイアンツはね、昨日勝ちましたし、はい、今日勝ってね、2勝1敗、そして横浜に向けてスタジアムでね、できれば3打点すれば、はい、クライマックスで道が開けるんじゃないかなと思います。マスカラね、そうなんですよ、直接対決ありますから、はい、今日は絶対勝たないと、何が何でも無理があって、そうです、まあ絶対抑えるあの野手陣を絶対打つんだと、そして絶対勝ちましょう、そういうことの終焉です。はい、第1戦と皆さんもぜひそういう気持ちを持ってね、今日は熱い応援を届けていただければというふうに思うんですが、さあその大事な試合レジェンズシートなんですが、今日はカープの OB 小早川貴弘さんもダブル解説。はい、そうですね、もう一緒に戦ってきた人間ですから、チームで一緒に戦って、はい、そして、まあ、相手としても対戦して、そうですね、あると思いますから、いっぱい盛りだくさんです。ぜひあのレジェンズでしか聞けないお話を披露していただければと思います。わかりました、よろしくお願いします。試合は18時プレーボールです。